んにちは。2020年3月21日です。2泊3日、シャコタン岬方面に向かって走っております。これは夕張川を渡っております。2泊3日の行程、天気はいいはずです。綺麗な晴天ですね。なかなかいいです。車の方のタイヤはナスタイヤ4本にいたしました。例年ですと3月の21日ですが、今回は若干遅れまして、10日ほど遅れましたが、4本ナスタイヤいたしました。雪は少なかったんですが、天気予報でですね、雪降るぞと言ってるもんですから、なかなかこう変えるタイミングがありませんでした。まあ、結局3月の初め1日か2日に変えてしまえばもうずっと路面が出てたんですけども、それは結果だって、なかなか変えることができませんでして、今回は4本ナスタイヤにしまして、向かっております。これ右手に見えますのが仮面ライダー、懐かしいですね、仮面ライダーのアジトのロケに使われた、こうビルディングです。ここを過ぎまして、これからシャコタン岬に向かっていきます。途中岬の湯というところがありまして、そこで入浴させていただきまして、それから鴨居内道の駅で、今回は車中泊ということです。これは陽一の道の駅です。ここでコーヒータイム、そして外には出ませんって言いながらも出てるんですけども、歩いておりませんので、車の中で車中飯ということで、今回も、電気釜に、混ぜご飯ですか、炊き込みご飯を、セットします。ここでスイッチオンにしまして、炊いてきまして、30分ぐらい走ったところで、炊き上がってご飯を食べれるということで、今回の昼食ということです。これは若干峠があったんですよ。ここでハッと気がついたんですよね。重りを下ろしてなかったんですよ。スタートレスの時に後ろの方にですね、40キロのコンクリートのパネルっていうんですかね、それを2個積んでまして、80キロになったら積んでるんですよ。それのを下ろすのを忘れてしまって、ちょっと登りに来たら、あ、ちょっと重たいとっていうことが分かりまして、まあここで下ろすわけにもいかず、このまま2泊3日重りを積んだままで、走っていきます。まあいつもですと忘れないんですけども、今回忘れてしまいました。これはですね、途中の、ビューポイントなんですけども、ここに、寄りまして、波が荒かったんですよ。かなりの波が荒いんですけども、ここで、昼食ということです。風が強いもんですから車から降りません。この頃は横着してましてですね、撮影するのに以前はですね、車から降りて撮影したんですけども、この頃はですね、車の中から撮っちゃうんですよね。まあ車の中から外を見ながら、撮影して、それからご飯を食べて、で出発ということです。今回も濃厚接触はありません。北海道も外出規制自粛ですか、それが解除になりまして、今回はその初めての3連休の中日ということです。車の量は増えましたね。かなり増えました。まあ、通常よりもちょっと少ないめなんですけども、増えましたね。外出自粛の時はですね、本当に少なかったですね。私としては最高良かったですね。まあ、私も自粛してて、外出は知ってたんですけども、車からほとんど出ませんでしたし、まあ、人との、濃厚接触はありませんでしたんで、まあ、ある意味自粛ということをやっていたのかもしれません。まあ、現在でもまあ、その自粛は続いてまして、濃厚接触なし、単独行動で、回ろうということですが、まあ、車の方はですね、結構、すれ違いますんで、ああ、これは通常だな。しかしながら、観光バスはいませんね。本当に観光バスなし、自家用車とトラックがすれ違うぐらいです。外国人は、いないようですね。まあ、3連休の中日ということで、交通量は少し戻ってきました。これから道の駅、まあ、どのぐらいの方泊まられるのかなと思うんですけども、まあ、若干今までは孤独の一人で車中泊してたんですけども、若干 2,3 台の車が泊まってるんじゃないかなというふうに、思ってます。天気が良くてですね、もう快適なドライブです。オロロン街道を南下してます。右手の海がですね、ちょうど波が荒くてですね、波しぶきが飛んできて、フロントウィンドウにつくもんですから、ウォーシャー駅でこう洗い流しながら、走ってます。
遠くにはですね、シャコタン岬ですか、あのカムイ岬ですね、カムイ岬が見えてきます。本当に遠いですね。実はカムイ岬にこう寄ってみようと思ったんですけども、まあ、あそこはあの冬の間閉鎖なんですよ。でまたあの閉鎖してましたね、あのゲートがこう閉じられてまして、こう上の方に登っていくことができませんでした。まあ、5月頃になりますとそのゲートがオープンになりまして、あの鴨居岬入れるんですけども、今は遠くから眺めるだけということです。なかなか快適なドライブをしてます。ところどころあのスピード測定やってますね。まあ安全運転で法定速度以下で、ゆっくり、走っております。キャンピングカーの方もそろそろあの出てきました。まあ3連休なので出てきたんですけど、札幌ナンバーですね、ほとんどが。皆さん家族連れで、お子様を連れて、まあ、どっかに行くぞということだと思います。本州ナンバーの車の上陸はまだありません。多分連休ぐらいでないかなと思うんですけども、今の時期、まあ、北海道来られてもさほど綺麗な、ところは見れないということです。まあ、寒いですしね。私がうろうろしているぐらいです。これは岬の湯というところに、到着いたしました。620円で入浴できます。今度映るんですけど、右の方にですね、この狐がいたんですよ。もう慌ててカメラをですね、外しまして、それで撮りました。動いてくれればよかったんですけど、動いてくれなくて、なんか向こう見てるんですよ、遠くを見てるんですよね。それで、また走らせて、温泉施設に向かいます。若干の車がいました。若干と言いましても、まあそこそこいるんですけども、館内に入りましたら20名ほどの方がいらっしゃいましたね。さすが連休の中日ということで、自粛解除ということで皆さん出てきたんじゃないかなというふうに思います。以前ここにも来たんですけども、ちょっと休みの日に重なりましてですね、休館日重なってしまって入れなかったんですよ。で今回はインターネット上で確認いたしまして、今日はやってるぞということで、出てまいりました。岬の湯社交炭ということです。中はですね、昆布的なこうぬるぬるしたお湯なんですよ。ちょっと昆布の匂いもするんですけども、非常にいいお湯ですね。もうツルツルですね。露天風呂からは遠くの方の、荒波ですね、海が見えるんですよ。で波がもうバシャバシャやってるんで、なかなか最高にいいとこですね。ここは内風呂に入ってガラスがあって、露天風呂が遠くの方にありまして、そこまで歩いてきまして、そこにぽっちゃんと使って海を見ながらゆっくりいると。で風が冷たくて、冷たいもんですから、暑くなったら外へ出て体を冷やしてまた入るというパターンを繰り返すことができます。ここもおすすめできる温泉だと思います。非常にですね、設備はもうフルスペックです。サウナもあります。レストランもあります。いろいろこう休憩するとこもあります。無料でこう水だとかお茶だとかがこれ無料で飲めるんですよ。でなかなかここもサービスのいいところですね。でまあここでゆっくり過ごしていくということです。しかしながら前にこう施設がないもんですから、ここだけですね。ここしか行くとこありません。この辺はシャコタン岬の突端なんで、ここだけということです。まあここでゆっくり皆さん過ごしていかないんじゃないかなと思います。これからオスコイカモイ内道の駅ですか、そこの方に向かって走っていきます。ちょっと一方通行のところを逆走してしまいましたけど、まあ車が来なかったんでいいかなと思って、まあ右の方に進入禁止の看板が見えたんですけど、まあここは道路交通法が適用にならないのかな、なるのかな、まあいいです。で、まあこれからオスコイカモイ内道の駅に向かいます。この道の駅 2回ぐらい車中泊させていただきました。何もないところですが、まあ、今回はどんな時も Wi-Fi を持っていったんで、それでなんとかインターネットでもしながら、編集作業をしながら時間を潰して、DVD も見ていこうかなというふうに、思ってます。まあ、気温の方は今のところはプラスですね、若干のプラスですね、プラス1度か2度です。まあ、FF ヒーターをつけて、まあ、23度にして、寝ようかなというふうに思ってます。近くにコンビニはないもんですから、今回の晩ご飯は混ぜご飯の残りと、ビール、ということでします。本当にここはですね、コンビニがないとこなんですよ。
まあ、もし皆さん来られるんであれば、遠くの方からコンビニでいろいろ仕入れて、この鴨居内の道の駅に、向かった方がいいのではないかなというふうに思います。道の駅には売店が若干あるんですけども、ほとんど売ってませんね。まあ、ビールあるかと前聞いたんですけど、ビールはありませんということで、まあ、ジュース類があってちょっとお土産があるということです。食べ物がですね、なんか燻製がなんかあったんですよね。で前回来た時なんか燻製、食べるもの燻製しかなかったんで、それを買って食べた記憶があるところなんで、で今回はちゃんとご飯を炊いていきます。食べ物の調達はできない、ところです。若干これは夕日に見えるんですけども、違いますね、ちょっと逆光になってるんですよ。非常にいいですね。景色が良くてですね、最高のドライブです。路面はですね、雪が溶けたばっかりなんで非常に綺麗なんですよ。埃一つありません。まあ、ちょっと路面が傷んでるんですけども、ちょっとデコボコするんですけども、まあ、それさえ気にしなければ非常に快適な、ルートです。オロロン街道を南下してます。春になりますと、もう春なんですけども、桜の季節になりますと、これからずっとこのルートを通って函館まで行ってみようかなというふうに思うところです。まあ、私はこのオロロン街道が好きなんですけども、来ましたね、これ西新街道って書いてますね。これが鴨居内道の駅です。何もないって言ったらあれですね、まあありますよ、こういうふうに、鴨居内道の駅です。本当にマイナーな道の駅です。これは道路の反対側のところを行きまして、海を見てみました。夕日だったらいいんですけども、若干早かったんですよね。なんですが、右を取って左を取って、そして振り返って、道の駅を撮影して車の中にこもります。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。失礼いたします。